じゃあ皆さんこんばんは。ドルケコンピで始める恐怖の場所でございます。では縄ライブスタートします。ちょっとヒヤッとしますね、うん、はい、ヨウさん1個目こんばんは。ネクドラさん2個目こんばんは。セクさんこんばんは。3個目ね、ありがとうございます。はい、ま、やってまいりました。4個目ね、はい、セクさんこんばんは。リズムさん5個目ね、こんばんは。マヤさん6個目こんばんは。ナナさん8個目こんばんは。ケジーさんこんばんはね、9個目ね。イジバさん10個目ね。川原さん11個目ですね。エリボさん12で皆さん早いこんばんは、酔えなかったはい、はい、どうもね、皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。はい、皆さんもね、セネさんもこんばんは。マジクさんもお疲れ様。マヌルさんこんばんは。いやー、やっとですね。セネさんどうもこんばんはね。竹内さんこんばんは。皆さん夢あってごめんなさい。はい、皆さん、皆さんこんばんは。闇ですね。まあ、ところどころ電波元気ですね。トイレ行きたいですけど、トイレあったらトイレ行きますはい、まるまるさんこんばんはね。いらっしゃい。なおみさんこんばんは。お疲れ様ですね。はい、しもさんこんばんは。なおさんこんばんは。せんるさんこんばんは。りょうさんこんばんは。みなさんこんばんは。はい、パブさんこんばんはね、言ったね。ゆうかさんこんばんは。せんごさんこんばんはね、言ったね。はいみなさんこんばんは。まいさんこんばんは。いらゆうふたりね、こんばんは。読んでますあいふかさんこんばんは。こたさんこんばんは。はい、生きる闇に隠れてますよ、本当に。ブラスバンドの練習してますね、うん、ここですか。これ日本です、うん、ジャパンですこんばんは、ゆかりさん、はじめまして。のりゆさんこんばんはね。やばいとこだね、前聞こえちゃったもんな。電波もやばいけど、うん、はい、こんばんはね。はい、くねきさんこんばんは。はい、どうも。アムさんこんばんはね。やってまいりました。今日はね、半袖でいけるぐらいあったかいのかな。ちょっとでもヒヤッとしてるかな、夜ね。まあそんな場所ですよねそこ、ここね、森ですね。いわゆる公園なんですけど、森、うん、森っていう感じですね、これからね。こんな感じですよ。ちょっともやってるね。ハラユリさんこんばんはね。アルカさんこんばんは。横浜奈美さんこんばんは。いやでも今日ね、今ね、今涼しいかな。箱根行ってきたんだけどね、うん、ちょっと足は疲れてます私もちょっと疲れてるね。はい、キセさんこんばんは。松本さんこんばんはね。はい、クモさんこんばんはね。シンデイですねヨウさんこんばんはね。はい、森へお帰り。いや森へちょっと散歩して帰りますけどね、明日朝へ、ね、うん。ドン落としたね。落とした、いきなりドンと思って。はい、原さんこんばんは。お、何、何いるの。こんばんは。幽霊さんいます。反応したね今ね、うん、こんばんは。いる。今反応したぞ。音が、誰もいないのに音がした。いきなり音だよ、うん、大門さん、大門さんこんばんは。どこなの。日本ですバケタン、バケタンか、バケタン。ちょっと出すの大変なんだよね。何持ってきてないから分かんないよ。ちょもうポケットがあんまなくてね、バケタン出すの大変なんで、ポケット入れてじゃあバケタンここでね。はい、ジャオさんこんばんはね。いらっしゃい。もしかしてこの反応はブルーでした。ブルーか。
ブルーか。ブルーでした。ブルータス。アトルさんこんばんはね、お疲れ様です。うん、通知的にはまあ900ぐらい、うん。なんか聞こえた？ね。はい、堀さんこんばんは。あ、いきなり静かになったな。うん、森だね。はい、お帰りなさいね。はい、いらっしゃいね。クーさんこんばんはね、いらっしゃい。おる。誰と一緒？誰でしょう？誰でしょう？ケツーさんですね。今日はケツーさんと温泉行ってきたんですか？温泉行ってきました。あ、勝地さんこんばんは。すいません、うん、ねえ、ほんとに皆さんこんばんは。動物危ないかな、いるかな。音鳴ったぞ、いきなり。いきなり出だしで音だ。音鳴ったもんね、うん、やばいな、もういきなりか。静かだな。静かすぎるな。うん、うん、光もや、なんかね、ちょっともやってるよね。もやっとしてるね。若干ね、今日ね、うん、うん、はい、皆さんこんばんはね。それじゃ意味ないじゃん、うん、それじゃスマホを持ちながら見てこれ意味ないじゃん、これ。これ違うんです今ね、たまにちょこっとだけ見たから、ね、あ、そうなんですか。眼鏡持ってきてないからさ、本当見えないんだ。はい、皆さんこんばんはね、いらっしゃいと思います。ここです。ここですね、以前行きましたね、うん、以前。まあ再びちょっと機会があったんで来ましたけどね、うんうん、この間はタロスさんがいたんだよな、うん、それヒントだね。うん、ヒントだね、うん、でもう一つのヒント言ってもいいですか？何？嫌だ、言わない、やめようかんじゃん、ね、いつ来た、いつ頃から来たのか。それは言わなくていいです。言わないよね、うん、はい、こんばんは。ミキさんこんばんはね、渡辺さんこんばんは。出遅れました。はいはい、ひょうこさんこんばんは。エイジさんこんばんはね、うん、はい、何でしょうか。お、音がしたぞ。したぞ。そんな小さくうーって言ってる、うん、あ、ミキさんこんばんはね。信田さんこんばんは。皆さんこんばんは。何日ぶりだっけ。何日ぶり、今日もやってるよね。もやってるよね。もやってない、やっぱりほらね、霧が出てるよね。霧が、うわ、霧の中の森ですよ。トムさん、やっぱ半年ぶりぐらいか。いや、それはやらなくていいじゃないですかね。そういうの余計な、うん、おせえば、おせえばはい、タロさんこんばんは。もやってるよ。もやって、うん、ちょっともやってんね、うん、危険だな、今日ちょっと、うん、危険のオーラが出てる。うん、もやってるよ。なんか映りました。いやー、わかんないな。なんか遠くで声聞こえた。左川さんこんばんはね。石川さんこんばんは。出ぶれた、迷いそうなんかね、うん、すごいもやってる、うん、キリ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 。なんかちょっと今日ね、うん、え、誰か、お、音楽、あ、誰か鼻歌鼻歌なんか危ない人が多いみたいです、うん、女の子で危ない女の子が鼻歌歌ってる。そう、多いみたいです。なんかみたいな感じで、どうしたの、その声って面白いんだよね。面白いですか。なんか出る、やばいな、うん。あ、ダブルシーある？ダブルシー？トイレしてんだよな、俺。ダブルシー行きたいんだけどな。俺もトイレしてんだよ、ちょっと。トイレ自身。アベルさん、こんばんは。トイレねえし。トイレまだないね。ないないない。ちょっとここ。あ、これはあのトンネル？トンネル？電波がないトンネルでしょ。電波がないトンネル。ほらほらほら、あのね、トンネルですよ。トンネルだ。うん、はい、こんばんは。山本さん、こんばんはね。まあ、ここはね、この間行ったので、もうちょっと向こう側にちょっと行ってみたいな。後で行きましょう。
電波がねえんだよ、 Wi-Fi 落ちちゃった。うん、見えた、はい、そこ公園前来たのか、前来たのよね。泣いてるカエルの合唱だ、カエルの合唱、さすがに誰もいないな、うん、いたら怖いな、こんな真っ暗なところで、うん、ねえ、うん、ここはクマ出るの、クマ出ないでしょ、出ない、ここね、いないでしょ、だったら安心だ、うわ、うん、大丈夫、何、クモの巣、クモの巣か、クモの糸、うん、うわとか言って、いや、もやってるね、今日ね、すげえもやってる、うん、あ、ほんと、ちょっと大丈夫なの仕事、ちょっと大丈夫なの仕事、仕事なのに今日行っちゃって疲れないですか、ちょっとハードだからな、俺絶対降りるから、働いてるからね、そう、カエルの合唱不気味だよね、あ、ちょっと燃え上がりがね、うん、少しなくなってたかな、うん、まだちょっともやってるね、もやってるね、うん、怖いね、そうですね、寝ないと朝早いんじゃないの、俺も明日朝早いんだよな、病院で、うん、いや、さっきね、ちょっとね、箱根行ってて温泉行ったらね、エンジンかけたらね、いきなりハイブリッドのなんていうの、ね、熱暴走しやがって、すぐ速攻でディーラー出まして、うん、全然消えなくて、で途中で走ったら、うん、とりあえずね、ハイブリッド的には問題なかったんで、走自走はできるって全然言われてたんで、うん、そうそうそう、でディーラー電話してね、途中で走ったら消え、うん、モニターがね、モニター消えたもんね、モニターが消えたんですよね、そのエラーが、まあ、一応水曜日見てもらうけど、うん、そう、いきなりハイブリッド警告が出て、うん、気をつけないと ね、そう、左側 あの気をつけた方がいいよ、うん、あの助手席の後ろ、左の後ろの助手席のところに空調があるから、そこを塞がってみたいな、タオルとかで冷やさないでよいらしい、うん、電波悪いね、ちょっとね、電波悪い、うん、悪いでしょ、うん、エコさんこんばんは、そう、猫島さんこんばんはね、うん、北口広場、こっち行ってねえんだよな、あ、今回行ってないな、うん、今回こっち行ってみよう、うん、うん、行ってないか、こっち行ってないよ、この、うん、この辺しか行ってない、そうだっけ、そう、向こうは前回向こう行ったから、今度こっちぞ、はい、こんばんは、どうもね、うん、はい、ゆきさんこんばんは、ゆきさんね、うん、ガガ、うざ、うん、何の声、何、ため池、ため池じゃない、ため池っていうか、ただの人工的な、人工的なですよね、うん、誰かいる？いないね。いや、いたら困るな。うん。ピースさん、あ、じゃあ夜勤じゃないの？うん。苦しい。市営の公園なのかな？わかんないけどね。何なんだろう。うん。そう。なんか。これ行ってないよ。うん。こう階段登ったことない。あ、ダメだ。電波がないよ。電波ない。うん、踊るじゃない。あ、ダメか。薄いんだこっち。こっち薄いからやっぱりダメだ。やっぱ電波薄いんだ、戻ろう、うん、何気にこう電波薄いんだな、あ、やっぱ2本だな、誰かいないのかな、うん、いた、うん、誰か歩いてる、本当歩いて、誰か歩いてる、こっちも誰か歩いてる、うん、そう、電波悪いんですよ、電波悪いからこっちに戻ってきました。あっちから明かりで見る。いないよ。こっち誰かいた。いた？うん、はい、こんばんは、佐々木さんね、いらっしゃい。そう、こっちの方が電波いいのかな。すごいな、カエルの鳴き声。鳴き声ね。お、途中に止まった。止まったね。なんで？うん。え、何？止まったよ。急に止まった。何？公園、公園。うん？いる？そうなのかな。はい。どうもサンキュー。こっ
トイレ？トイレだ、トイレだ。あ、トイレ行こう。うん、トイレ行こう。こっち側から行こう。電気つかないトイレ。うん。古いなんか廃棄なトイレだ。ね、ちょっとトイレ行ってきて。うん。あ、ヒデさんお疲れ様です。あれ夜勤じゃないんですか、ヒデさん。トイレだ、真っ暗電気じゃねえか。電気つけとくな、これ。そう、ケツさんの電気があるから、うん、皆さんここで見てて。え、皆さんここでここでちょっと見ててください。ちょっとトイレ行ってきますね。ね、はい、皆さんこんばんは。いる？カエル鳴かないで。カエルさん、ゲロ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 ってね。もらってる。うん、右の黒いの映ってる。赤田さんこんばんはね。ライトだったね。ライトでしょ。ラグある。なんかね、結構暗いんですよ、電気。こんな感じ。消してみようかね。うん、真っ暗です、真っ暗ですよ。真っ暗だ、見えない、歩けない。全くだよ、見えねえよ。全く見えない。うん。そう、ゆうさん、こんばんはね。3000円。ケーブルが邪魔ってね。ケーブルが邪魔。こうしとこう。うん。見えてしまう。もうそれが錯覚ってやつね。はい、お疲れ様ですね。真っ暗でしょ。3000円。こっち行ったんだっけ？こっち行ってないか。あ、こっち行ってないんだね。うん、ジャブジャブ。あ、ここ行って。さっきここ歩いた？いや、電波が悪くなっちゃうんだよね。もぞもぞしてない。クマ注意。わかんない、ヘビはいると思うな。これいけるか。これいけんのかな。まあダメだったら戻ってくるのか。4円とか大丈夫ね。大丈夫。30度も高いね。おかしいよね、30度ってね。すげえ燃やってる。燃やってる、すげえ。すげえ燃やってる。大丈夫？うん。うん、水分ね、了解です。うん、途中で買います。うん、やばそうだったのね。あそこはよかった。うん、びっくりした、財布あった。あった。うん、はい、皆さんこんばんは。なんかすげえ燃やってんね。ここ通った記憶あるかも。でもこっち行くと電波悪くなるんだよね。燃やすごいね。いや、ここ通ってないよ。通ってねえか。うん、こっち行くと電波悪くなるんだよ。ほんとに今、虫に攻撃されたよ、うんとか。あ、そう、虫よけ買ってきたのよ。使わなかったね。ねえ、まだでも、今日はそんなにあったね。まだないね。うん、ゲロ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 いてて大丈夫。大丈夫。段差あるから。段差あるんでね。
もうやってるね、すごいね。うん、はい、大野さんこんばんは。いや、リズムさんこんばんはね、どうも。うん、大変、そう、大変でね。いや、半袖、半袖、ほら、今日から半袖。いや、そんな寒くない、暑いよ、今日、うん、20度ぐらいあるんじゃない。全然寒くないね。うん、あったかいよ。なんか見えてる。ただ、もやがすごいね、霧がね。もやだね。うん、何なの、このもやは。うん、すごいよね。はい、ブクさん、こんばんは。そう、ここで左行ったんです、前回でね。あ、そっかそっか。右行くと民家があるから、うん、左行ったんですよ。うん、雲の巣、うん、雲の巣あるよね。あるある。うん、覚えました、アデルさん。ね、なんかお城みたいな感じだね。うん、前回のほら、静岡遠征の時は最後に強烈なね、お城行きましたけど、もうあれは多分ね、登った人じゃなきゃわからないぐらい大変です。大変だった。うん、正直言って。疲れたね。うん、あ、こんばんは、どうもね。ラムネさん、こんばんは。うん。はい、ポジさん、こんばんはね。いらっしゃい。そういうとこでね、この先がちょっと電波悪くなっちゃうんで、どこも。前回も悪かったんでね。だから行けるとこまで行きますね。うん、まあ、今日の予定はね、多分1箇所で終わってしまう可能性があります。うん、申し訳ないですけどね。まあ、とりあえず明後日またね、今度ドルソーコンビで夜中にちょっと、まあ、やっても2時間ぐらいだと思うんですけどね。まあ、12時半過ぎぐらいから予定ではしてますね。まあ、どっちでやるかはちょっとわからないですまだね。うん、LINE でやるか YouTube でやるかはちょっとね。で、その次は一応ね、木曜日の日でしたっけ。うんうん、木曜日1箇所ぐらいの予定ですね。で、その後今度3日ですね。一応6月3日が6月スタートですね。うん、何だ今の予定では。そんな感じですね。で、多分後半になるとまた遠征が入ってくると思う。うん、多分遠征っていうか、まあまあね、遠征があるかもしれないですね。うん、はい、いらっしゃい、どうもね。さくらさん、こんばんは。なんか足が棒なんだよな、なんか今足がね、すげえなんか棒になってんの。痛いんだよね、起きたら。なんでわかんない、なんか疲れてる、すごい。バケタに行ってみるかな。バケタ多分さ、運転疲れだと思うんですよ。運転疲れ多分ごめんね、人に。いやいや、全然全然平気ですよ。前回ね、あの悲鳴が聞こえたところに行こうかなと思って。ブルーだね。ブルーって聞こえてない。聞こえてない、聞こえてない。忙しいね。忙しいよね。だからちょっとね、あんまりとね、あの長時間できないっていうのがね、ちょっと残念なんだけど、あとはまあ来月のシフトを見てもね。うん、そんな感じですかね。これ行けできんだよな。そこなし。あ、やば、ネッシー、ネッシー。びっくりした。ネッシー、ネッシー。ネッシーがいると思った。思い出した。一瞬びっくりした。一瞬びっくりした。一瞬ネッシーかと思って。何これ、何これ、うん、木？木なのこれ。うん、木だ。本当だ、木だ。木がなんかそういう風に見えたよ。ネッシーが泳いでると思ったら、あ、光った光った光った。あそこ、ほら、色が光った。わおーわおわお。あそこで落としてる。そこの動物。ほら、あそこだけ。もう猿だ。あ、猿だ。猿？あ、猿だ。うん。猿だ、猿。猿？猿がいる。猿だった？うん、猿いるの？猿いる。猿いるの？何匹いる？うん。猿いるの？猿いる。あ、いいかな、こんばんは。初めて。そう、お前来た。猿。
怖いな。ゴリラピンチンパンジーだっけ、うん、猿か。お猿いるのここ。猿いる、あれ猿だ絶対、うん、何匹いるぞ、2、3匹ミンティアあげるよ猿、おいで、うん、あ、持ってきてねえよミンティア。ミンティア持ってきてねえ、忘れちゃったよ。え、持ってきてないの、うん、車に落ちてた、うん、猿いるの、うん、危険だな、襲ってくるかな。いやどうだかな。ひめちゃんこんばんは、どうもね。猿いるの、うん、前来た時いなかったよね、うん、たあそこにいるよね、まだいる、2、3匹いる、いるよね、目が光って見えたよね、うんうん、今隠れたよね。隠れた、隠れた、うん、やばいなと思って。あゆみれさんこんばんはね、お疲れ様。うん、いねえのかな。ああ腰痛い。木の枝に隠れてるな、うん、あ、本当。たまに動いても見えるけど。もうサウナがちっちゃいんだからパンチ入れてないでいいじゃん、最悪。来たらだってこっちの方が大きいんだよ。あ、いるいる。え、ほんとに。サウナだってこんなもんだよ。俺よりも来たらもうパンチ入れてる。俺もパンチ入れられる。いや、わかんない。やられちゃう。噛みつかれちゃうね。噛みつかれるぐらい怖かったら、もうサウナ思いっきり首絞めてやるよ。ピッと、ボイッと。生きるか死ぬかだからもう、うん。向こうも。こっちもそうです、うん。はい、マイさんこんばんは。ご無事で。はい。あっち行かないよね。んあっち歩く。あっち行かないです。行かないよね。うん。なんで怖いんだ。怖いよね。そうなの、うん、怯えてたらサウナも分かるよ。あ、弱ってんなと思って。はいはい、了解です。今日なんか全然違うね、なんか雰囲気がね。もう霧がすごくて、うん、本当。そう、サバイバー配信ね、本当動物多いし、ドルパンツで、本当にドルパンツ、うん、パン焼いてもらわないとな、ダムおじさんに。え、パン焼いてもらわないと、パン、水がついちゃうとダメなの、弱くなっちゃうの。あ、おかえりなさいね、半田さんね、どうも。今日は霧の中やってます。森です。来るんですよ、ほんと。ドルパンチですよ、本当に。今度ドルパンチステッカーを作るのやつ欲しい。ドルパンチステッカー欲しい。デザイン作ってよ、デザイン。デザインで作ってよ。デザインか。うん、デザインしてもいいよ。いや、デザイン作れないでしょ。うん、作れるんですか。作れない。作れないでしょ。うん。はい、お疲れさん。デールさんね。うん、ちょっとパンチね。パンチ見たいの？いや、こんな感じ。もう疲れちゃって、なんか。今日仕事疲れで。仕事疲れ。今日ハードだったから、もう昨日、今日も。もう一日でね、結構ハードですよ。顔なんかすごいな、なんかまだいそうだな。はい、例の場所ですね。例の場所ここですよね。ここで女性の声を聞いちゃったってですね。さあ、イノシシやばいよね。イノシシ勘弁して。言うかもしれないな。やっぱり。お疲れ様ね、でもね。トイレの中にか、逃げるからいいや、うん。ここで、ちょっとね、停電をしてたら、聞こえちゃったんですよね、うん、向こうの方から。ね、叫んでみて、なんて。うん、なんか落としてなかった。え、はい、こんばんは。よちえんさん、こんばんは。思い出しました。トイレ。そう、ここでね、何濡れてんの、ここだけ、うん、誰かが顔こぼしたの、うん、足跡か、うん、森ですね、森。はい、ゆうこさん、こんばんは。そう、前声が聞こえたの、うん、ここね、思い出した。お、パン。お、何、何いるの、何いるいるの。そう、助けてだっけ。そうそう、達郎さんが言って、ね、なんか女性の声でね、でも録音には入ってなかったっていう。助けてってあったの。思い出した。喉乾いたな。ちょっとなんか飲んでいいですか。でも、大丈夫ですよ。本当ですか。
いいんですか、ごちそうさまです。ちょっと喉乾いたから飲んでいい？じゃあ、何飲む？何しようかな。買うからさ、うん、いいですか、うん、何飲みますか。やっぱり乳酸菌でしょ。ネクタえ、ネクタないんですよ。これヨービックにしようかな思ったけどやめます。やっぱりやめます。え、やっぱやめて、うんうん、毒なのがね。毒なのがね、うん、そんなこと言っていいの。いいです。じゃあ、三ツ矢サイダーにしようかな。三ツ矢サイダー、これです。お、三ツ矢サイダー大道あんまいいね、うん、430ml でかいよ、うん、でかいです。じゃあすいません、いただきます。サイダー、みんながもう一回照らしてもらえますか。見ないですね。ですね、はい、レギュー次じゃないです。当たれダメだった。外れます。次当たるんだよ。当たるときは当たった。外れです。どっか見えました。あ、どうもありがとうございます。三ツ矢サイダー、ケイトさんごちそうになりました。大道微妙だよね、本当に。ちょっと飲んでいい？いただきます。あ、なんか喉乾いたな。足りなかった、うん、しきしょう、一個ずれるようになってんじゃん、これ大体。そうっすよ、うん、ね、また一個ね。あ、じゃあこれ噛んだ、まあいいや。噛んだ大道うん、うん、たわし、うん、本当喉乾くんで喋るとね、意外と、うん、でこの先ちょっと電波悪くなりますね、うん、そうでしたっけ。そうそう、悪くなってるんだね。うん、オレンジがいいの。なんか足音聞こえない？足音なんか聞こえたんだけど、それオレンジじゃなくて、うん、見慣れてる。あ、音も、あ、お久しぶりだねと思う。リュウソさん、お久しぶり。うん、いない？話もしてないよね。まあ、今日はしてないですね。してないよね。うん。ってことは、この間ここで話し声聞こえたら、この辺にいたってことなんで。うん、でも、誰もいなかったんだよ。うん。あ、皆さん、こんばんはね。いらっしゃい。ゲップ出んの？いや、この辺で聞こえた。いるわけねえんだよ、こんなとこに。うん、いないっしょ。バケタしてみようか、ちょっと置いていい。バケタ、バケタね、バケタ、バケタ出すの大変なんだ。あ、電波薄いな、ここ一本だな。一本、うん、一本だな、ギリギリだな、ライン的に。ギリギリか。うん。なんかすごいな。なんかまあ、赤じゃないこれ。え？ん？え？赤来た？緑だね。緑だった。うん。緑だった。緑だった。今一瞬赤かな。一瞬赤かと思った。もう一回やってみよう。うん、電波薄いよ、うん、ん、緑だね、緑だね、うん、うん、緑だね、緑ですね、うん、でよいしょ。いや薄いよ、ここちょっと薄いからやばいよ、うん、電波薄いからちょっと危ないな、あっち行けないな、うん、よいしょ、こっち側行きましょう、ちょっと電波薄いから、うん、もうどうも、あ、スパちゃんありがとうね、マイさんかな、マイさんいつもありがとうございます。すいません、本当に、どうもありがとうございます。うん、ドトペプスよね。うん、これ本当どこも薄いんだよ、本当に。どこも、なんかいいか、結構微妙なとこなんだよね、この辺ね。あっち側どうなの、あっち側、ここは前回行ったから、うん、こっちは行かないようにして向こうの民家の方に、うん、ちょっと行ってみよっか、民家の方に、うん、別に散歩だからいいんじゃない、うん、散歩だからね、民家に当てなきゃね、うん、そう、あんまり良くないの、ここドコモは、うん、なんでドコモ出さないのかな、
ちょっとすげえ邪魔なんだよね。蚊に食われたよ、うん、虫だな、うん、虫よけやっときなかったな。虫よけ使えたな。うん、なんか全部飲み合うの飲み合っちゃったの。いや、まだ入ってますよ。はい、これ電波悪いよ、うん、あ、足の指がつった。ちょっと戻りますね、電波悪いから。蚊がすげえ寄ってくる。虫すげえ蚊に食われてる。蚊刺すのかよ、この時期って。ね、もう蚊に刺してるよ。刺すの？これ虫除けやっときゃよかったな。戻った。もう虫除けやらなきゃダメだな。すげえ寄ってくるもん、蚊が、うん。ほら、いっぱいいるよ。ここ止まったらダメだな、止まったら。蚊に食われたよ、もう。蚊に食われた。ほんとに、吸血鬼カメ。後ろ戻ったでしょ。電波悪いのあっち。超ガウザ、ガガウザ、ガウザ。こんばんは、ひろちさん、こんばんは。ほんとに、なん来るなよ、この野郎が。もうちょっと照明暗くします。こうします。蚊に食われるから、もうちょっとこの辺はこうしよう。ダブル切りにしとこう。これでいいでしょ、見やすいでしょ。ビデオナイトショットで。もう虫除けしなかったの。いや、そんな暑くないから蚊寄ってこないかなと思ったら大間違いです。うん、蚊に食われた。来るね、これ。だって本当だもん。来んじゃねえよって思います。その光の明かりとね、寄ってくるのよ。このぐらいだと意外といいんだけど、ケツさんの方に寄ってきてんじゃん。うん、後ろ振り向けないよ、今ケツさん後ろにいんだもん。だいぶ離れちゃった。うん、笛鳴らないね、確かに。さっき動物いたからね、うん。怖いでしょ、雰囲気出てきたでしょ、ちょっと暗いと。でもあそこ住んでるんだよ。うん、足元ね、了解。最初ね、いきなりラップ音したけどね、ガードレールのね、ここでドンドン。疲れてる、ほんとやだよ。もう蚊に食われちゃって、もう蚊いいもん。復活どうもね。いや、もう蚊が入っているのか。虫除けだな。はい、こんばんはね、高尾さん、こんばんは。お疲れ様ですね。雰囲気怖いよね、暗くしてるからね。ライト来ちゃっただけど、コメ欄が味方だぞ。ありがとう、グリアさん。うん、そう、虫除けつけなかったの。いや、だから涼しかったから別に刺さないと思ったの。もうこれでも刺すんだなと思ったの。もう吸血鬼だよ。腰はちょっと痛いね。うん、あー、ケイさんね、ケセイさん、ケセイさん、あれでも気持ちいいね、スパチャ、すみません、あれでも。今涼しいの、すごい、ほんと涼しいの、マジ涼しいんだ。涼しいんだけど、うん、明かりラジつけるとどうしてもダメみたいで寄ってくるんだよ。スパチャ、ありがとうございます、すみません、本当に申し訳ないです、ありがとうございますね。歩いてんの？歩くでしょ、公園だから。うん、ウォーキングってやつ、死んでる、涼しいから。これ何？これ何なの？これ何なの？これ何なの？池だけど、この家は何？これ住んでる家なの？
歩いてないでしょ、誰も。いないよ。いないね。ね。昼間暑かったよね。暑かったよね。31度ぐらいあったかな。これ何屋さんだ。池あるよ、池ある、池あるよ。危ないだって。池、池。池からなんか煙が出てるけど、気のせい。うん。甘いさん、すみません、すみませんね。お疲れ様です、本当に。家あるね。家っていうか、なんか何なんだろうね。これ、一軒家だとでかすぎるから、多分なんか施設とかじゃないのかな。多分、そう思うんですけど、僕的には。多分施設じゃないかな。多分。お菓子39度だもんね、すごいですね。かんかんって音したね。かんって音でした。うん、また来てね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にね、すいません。なんだろうね、管理棟なの。あ、でもそんな感じはするね。なんか自販機とか置いてあるからね。管理棟なのかな。自販機じゃないね。なんか施設じゃないかな。ほら、県立なんとか書いてるね。管理棟かな。虫、蚊に食われんな。管理棟っぽいね。パン、すごい音してる。管理棟っぽいね。ブーネオ。あ、すいません、すいません、スパちゃんね。ありがとうございます。あ、これで戻っちゃったんだ。戻っちゃいけないんだよ。出口さえいけないんだ。これ出口なんだ。じゃあ向こう行かなきゃ。向こう行かなきゃ。そう。出口だった。ん？虫除けがあるんだけど、車にあるんです。はい、カリンさん、こんばんはね。はい、石破さん、ありがとうございます。皆さんね。カリンちゃん、わかる？この戻れば書いてるから。そう、戻ってきた。電波悪いからね。ん？置いてきたの？何を？あ、涼しいんだけどね。虫が寄ってくる。虫除けはだから車に置いてきちゃった。虫が寄ってくるんだもん、すごい。参ったよね。いや、だいぶ？あ、大丈夫ですよ、全然。これで行きましょう。もう最初、あー、ヒデさん、すいません、スパちゃんね。マグの夜勤、頑張ってください。ありがとうございます。ここで見やすくなったでしょ。もうやってんだよね、すごいね。ありがとうございます、本当にね。なんでこんなもらってんの。いや、なんかペットボトル買ったらなんかすげえ邪魔になってんだけど、すっごい邪魔になって、蚊に食われて。やっぱりすごいね、重たい。意外と重たい、重たいね。これドリンクホルダーつけたいな。これにドリンクホルダーつけたら最高なんだけどね。ね、そう思いません。思う。でも重たい、重たいよね。そうそう、すごい重くなるね。ドリンクホルダーつけたら重たい。ここにね、ドリンクホルダーあるとすごい楽かなと思って。かもね。そう。すみません。なんか機材にドリンクホルダーつけたら最高じゃない？
ちょっと重くなるけどね、筋食ってきた、さっき筋食ってきたね、うん、いや混んでてね、すごい混んでて、焼肉うちの地元の方のすごい人気店行こうと思ったら、すんげえ混んでてやめたと思って、うん、どう見ても2時間待ち、うん、はい、こんばんは、うん、ミカさん、ミカさんでいいのかな、こんばんは、どうもね、ヒデさん、行ってらっしゃい、いないよね、なんか歩いてたな、はい、こんにゃくさん、こんばんは、どうもね、寿司、ここでしょ、これか、うん、でしかも食ったばっかだからね、うん、それもあるのかもしれない、疲れてるのは、ね、いないよね、何、いや、何でもないです、何、何言ってんすか、あの、終わってからでいいです、いいよ、もう終わってから、はい、まいさん、こんばんは、はい、かい、カニ食われた、もうあちこちカニ食われた、うん、サーモン美味しい、うまかったね、うまかったね、そのと、こっち電波悪いからな、こっちですよ、ずっとこっちですよ、こっちですよ、もう電波悪いんだもん、ずっとこっち歩きます、うん、本当に、だって電波悪いから、大丈夫かな、いや、ここは今帰ってきたところですよ、うん、します、あ、そっか、あ、こっち行かないですよ、電波でいいから、うん、あ、これ帰ってきたところだ、そうダメだ、ここにだから、忘れてるんですか、忘れてやばくないですか、俺のケツさん、俺出してしたらケツさんもそのままさめまってんじゃない、ずっとGoogle 見てください、Google、 うん、聞こえる、え、そう、ほら、トイレのところ戻してる、うん、なんかトイレ行かんだ、うん、このぐらい記憶ないんですか、大丈夫、トイレ行った、うん、ここトイレ入ったんだ、さっき入ったじゃないですかね、うん、右側にいる、え、右側にいるって本当、え、いるの、本当なの、いるの、こっちに、わかんないけどな、お、うん、そう、俺のドリンクの音だから早く飲みたいんです、邪魔だからね、ここで捨てようかなと思ってるんです、ペットボトル捨てようと思って、手がね、すげえやりにくくて片っぽだと、で、あそこで、ね、飲んで捨てようかなと思ってるんですよ、うん、飲み切っちゃうと思って、もう、うん、だって持てないもん、片手だとこれ重たいからね、パンとか危ないですよ、ちょっと待ってね、飲み切っちゃうね、飲み切っちゃうね、うん、今そんなもね、もうないですよ、はい、オッケーです。ごめんなさいね。ありがとうございます。オッケーですね。うん。はい、了解。行きますか。あ、そうだよね。温まってきてください。ね。感想教えてください、感想。すごいもやってない？やっと楽になった。うん、ここですか、ここはね、うん、どこでしょう ね、 うね、なんとかの森ってとこですね、そこまで言うの、うん、まあ、そのぐらいでいいかな、うんうん、まあ、結構ね、ここ自殺だね、多分ね、どっちかというと自殺系だから首吊ってる可能性があるんだよね、自殺系か、うん、多分ね、もしかしたら吊ってるかもしれないからな、ゆっくりとゆっくりと見ていきましょう、もうやってでしょ、うん、うん、休憩、疲れた、疲れた。
動物の森あたり。動物の森、うん、はぁ、あ、疲れた。なんか今日疲れ、すげえ疲れてんだよな。いた？ほんと？ちょっと待って、バケタに来ようか。わかんない。いたって、いたって、うん。お？音がしてる。虫がすげえな、虫がな。かわいいかわいい。虫の合唱だね、本当に。カエルの合唱と、うん、たまにミシミシって聞こえて。本当。ちょっとね、皆さんガオーってすいません、やっちゃうかもしれないんで気をつけてください。嬉しそうな、もう。いいか、大丈夫です、なんとか。お化け団地域はどうでしょう。油断した。来るか、来るか、来い、来た。油断したでしょ、皆さん。 うーってびっくり。ごめんなさいね。来ないね。びっくり、来ないね、本当に。これ本当気分屋なんだよね。めっちゃ気分屋なの、これ本当に。どうして来ないんだろう。本当来ないで、来ない。その時はもう一回リセットですね。もう一回リセットで。急にやんだ。ダメですね。反応しないね。いないです、ここは。いないの？うん、ここはいないですね。いないのか。いないですね。まあ、数値的にもいないかなって思いますね。だ電波本当悪いな。ギリギリじゃん。ギリギリ。ちょっとね。ちょっとコメント読んでいきますね。虫がいっぱいいます。虫、本当はすごいでかいやつ。はい、アニアスよ。ん？ゲジゲジっぽいのがいた、ちっちゃいゲジ。どこに？下に。いた？うん、いたの？え、ゲジゲジいるんじゃない？ね、下に。ちょこっとだけだよ。ちょこっとだけだから、ちっちゃいのが。どれ？もう行っちゃった。行っちゃった？あっちに。ゲジゲジいんじゃねえ？うん、なんか。そんなこと言ったら、一応ゲジゲジ見てこないと危ねえよ。ちっちゃなゲジゲジだったよ。それ言うんだったらもっと早く言ってくださいよ。そう、座る前に言ってくださいよ。ゲジゲジ入ってるかもしれないじゃん。ねえ、もう、ケイツーさん。だってあまりゲジゲジ見たことないからわかんねえんだもん。ゲジゲジってゲジゲジですよ。だからその名の通りゲジゲジですよ。トゲトゲがあるみたいな、うん、毛虫みたいなやつです。毛虫みたいな、うん、昨日よし、オッケー、オッケー。はい、時刻は10時半ですか。今止まってないよね。ぴったし、あれ合ってるんじゃない、うん、合ってるね、合ってるね、うん。あれ、なんかおかしいな。ライトがおかしい。大丈夫？大丈夫。大丈夫か。電波ダメだった。本当電波悪いな、ここ。都心部なのに。止まった？まだダメ？電波。なんか、葉っぱが上がってきた。うん、ほんと2本だね。弱いね、ここは。うん、うん、2本だね。弱すぎ。ダメか。ダメ？うん。こっちって歩いたっけ？歩いてきたじゃないですか。忘れてるんですか？忘れてる。うん。忘れてるんですか。もうここダメだわ。こっちか。電波悪すぎる、どこも。復活した？
電波が悪い。ギリギリだもんね。電波の悪い森っていうとこ。あ、疲れた。復活した？ほんと電波悪いね。そのこのトンネルも電波悪いんですよ。復活？治った。これね。あ、セビさんこんばんは。いや、本来はいないじゃん。でも電波悪いから、これはここ本当悪いんだよ、電波。うん？わ、一本だよ、ここ。ここ一本？うん、ダメだわ。使えねえや、ここ。もうここダメ、終わってんだ、ここ。もう二度とこねえ。うん、ここはもうダメだ。電波悪すぎるわ。もう二度とこない。結構悪いよね。トンネルあったけどね、そこが LT1 本だから絶対無理だと思ったんでやめました。うん、止まっちゃう。あ、なんか右側だけもやってるね。もやってるねって。うん、なんだろうね。あ、またカナブみたいなの飛んできた。こう虫に攻撃された。なんで俺にぶつけてくるの？もうここなんだよ、もう虫の国かよ。もう最悪、ここ。虫の王国だよ。虫が突進んでくるよ、俺のところに。あ、もう最悪。はい、気をつけました。気をつけましたというか、もう気をつける前に来るんですよ、虫がね。攻撃してくるんですよ。こんばんは、どうも、いらっしゃい。うわ、うって言ってる、本当に。こっち側どうなの？こっち側、こっち側行ってみましょうよね。こっち行ってないんだよね。行ってないよ。多分こっちの方が電波あると思う。そう、こっちは電波薄いから。はい、こんばんはね。ハローさん、こんばんは。あ、疲れた。はい、コロさん、こんばんは。黒い影？黒い影？いる？黒い影？結構ね、しんどいよね。うん、また風呂入りてえもん。結構な、何気にさ、緩いけど、坂登ってる。いや、ほんと坂なんだよ、これ。何気に疲れる。坂だから。そう。参ったよ。結構登ってるもん。ね。話し声、これごと。はい。ルサさん、こんばんはね。行ってないもん。いてて、本当だ。めちゃ笑い。あそこにいるの？うん、本当だ。はい、美香さん、こんばんはね。あ、疲れた。疲れた。うん。何気にでも坂みんな坂になってる。坂。人いるね、ここに。歩いてるけど。歩いてる。うん。こっち側の多分電波いいですよ。かけた？いいですよ。電波がどうかなって。うん。いや、でも変わんねえな、ここ。本当は悪いわ。悪い？うん。この地区が悪いんだ。うん、はい、こんばんは、レゴさん、いらっしゃい。ウィエルさんね、こんばんは。うん、霧、雪降ってないよ。雪？雪なんか降、うん、雪なんか降らないよね。雪降らないでしょ、この時期に。降
くだらないと思うよ。キックボード、スケートボードね。そう、笑い声がね。これ家なのかな。家だな。家だな。家？トイレ？トイレ？家？家？わかんない。いや今日はね、1軒ぐらいしかできないんで、ごめんなさいね。明日僕病院なんでね。そこで K2 さんを送ったら帰んなきゃね。そう、ごめんなさいね、本当にね。今日はもう軽めなんです。だからちょっと早い時間からってことでね。あっちの駅ねえんだな。うん？何これ、トイレじゃないの？トイレだね、きっと。トイレだよね。トイレだ。ん？違う。違うな。え？休憩所？休憩所？休憩所っぽいじゃん。あ、自販機だね。自販機があって、そう、休憩所だな、うん、自販機があって、そう、うん、そう、ショップになってる。うん、ショップなぜんだ、うん、休憩所になってる。ここにね、うん、嘘でしょ。え、ついてきてる。ついてきてるって、マジ本当に？本当に？え？ついてきてる？ついてきてるの？本当に？うん。わかんないけどな。わかんないな。この祈願の木、気になる気になる。わら人形打たれてませんか？うお、危ねえ。引っかかった。うわ、人形だ！だからびっくりするよね、みたいなね。よくないよね。よくないよね。森ですね。森。何あれ？あれ、すごいよ。なんか弱くなったな。ライトが弱くなった。ライトも弱くなってきた。何？あ、丘？古墳？古墳？古墳なのこれ。初めて見るよね。ねえ、うん。こっちがトイレになってるのね。あ、本当だ。うん、何これ。何が？展望台なのこれ。多分電波良さそうですよ。電波いいの？あそこは。いや、ここどうかな。いや、見たらいいです。あ、ここ、こっちの方がいいですね。やっぱ3本あるね。うん、行ってみます。うん、行ってみますけど、まあ、ちょっと待ってください。うん、はい、こんばんは、だね、誠さんこんばんは。うん、本当、うん、古墳じゃないのこれ、古墳、うん、怖い ね、ごめんなさいね、アニアンスしか分かんなくてね、アニアンスを壊すみたいな。あれ、今度英語今度英語、アニアンス語が韓国語がいきなり英語になったけど、もしかしてもしかしてあなたはあの方ですが、そろそろ消えていただこうか、どうしようかな。そうなんだ、うん、ジャパン、ジャパン、うん、もしかしてもしかしてあなたはもしかして僕の敵、敵ならとことん潰すだけ違うの？違った？違う。はい、どうぞ、こんばんはね。違うね、うん、だってさっき英語喋ったよ、韓国語だったの通うともいいね、日本素晴らしいの、日本素晴らしくないよ、こんな貧富の差がいっぱいありますよ。見てください、これ。ここで皆さんね、恐怖の現場でございます。今日のゲストはなんとここにいるんです。皆さん見えますか。実は今日のゲストは幽霊1号さんと幽霊2号さんです。お待たせしました。お待たせしました。よろしくお願いします。義母さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日ここで立ったね、ここで階段の話をします。階段の話ね。はい。
で聞きましょう。疲れたな。K2 さんからです。順番ですから。どんな階段の話？知らないです。わかんない、知識ないからわかんない。階段でしょ、それも階段。あ、その階段、うん、疲れたなと。疲れた階段ね。僕の階段は怖いですからね、うん、実際なったことですから。うん、はい、こんばんはね、ウエさんね。はい、うん、今からそうですね、約9年前ですね。9年前ね、うん、うん、場所はね、東京都の東京、まあ、これね、僕がまあ体験した不思議な出来事なんですけどね。まあ9年前ですね、2010年の4月の終わり頃かな。そう、あれでしょう。まあ場所は東京都のあひる野市にある旧小峰トンネルっていうところなんですね。うん、これ実話なんですよ、本当に。まあ、放送してない時に、放送してない時にか、見てしまったんですよ。放送してない時、小峰トンネル。いやー、あれはびっくりしましたね。あの時僕もね、放送して成り立てる前、初心者丸出しでね、よくミスってました。うん、うん、その時に放送枠を取ってる最中にパソコンでやってたんですけどね、うん、なんかいきなり左側からドン、うん、って音がしたんですよ。そしたら煙みたいなのがふわーって、なんか少女ぐらいの大きさの煙がね、うん、小峰トンネルの左側から、うん、その石垣を登って、石段を登ってって、うん、ふーって登って真ん中のとこで消えてったんですね。うん、あれはびっくりしましたね。しかもその真ん中で消えた場所って、幼女がそこで遺棄された現場なんですね。あ、うん、もしかしたらその幼女さんが私はここだよって言ってたのかなって今でも思うんですけどね。タモさん、こんばんはね。まあその時は本当にね、びっくりしました、正直ね。うん、まあ、その2ヶ月後ぐらいにね、また違う出来事が今度起きるんですよね、うん、どん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 、うん、それはね、皆さんもう知ってるの通り、ホテル白根寺の出来事ですね。もうあそこは本当怖かった。うん、行けば撮れるんですよ。最初に撮られた音声が、最初は生首だったんですね、うんうん、でその次に撮られた音声が1週間後にまた行ったんですよ、うん、帰りたい、帰りたい、うん、若い女性の声で、低い声で、うん、帰りたいって言ったんだよ。そう、入ってましたね。そう、その後また行ったらね、今度テーテーしてたんですよ、うん、したらちょっとなんかいやらしい声が入ってたぞ、うん、あはっとみたいな、こんな感じでね、うんうん、あーみたいな感じで入ってたし、うん、いや本当にリアルで、うん、いや本当あそこの場所はね、今でもその当時ね、本当に何ですか、何年間、3年間ぐらいは封印してたんでね、うん、もう全然道通ることがすら嫌いだった、もうここだけは行くのやめようと思って、うんうん、はい、ひからさんこんばんはね、うんうん、いや本当に今だからこそ行けてるけど、うん、今第二のもう一個あるんですよ。それは佃煮っていうところですよね。佃煮、ね、はもうすでに、うん、あれ2014年だったので、うん、あれ以来多分行ってないんですよね。あの2014年ちょっとかな、うん、ってことはもう約5年行ってないんですよ。5年ね、わかります、5年も行ってないんですよ。今までかつて5年行ってない封印ってないんですよ、なかなか、まあ、金山ダムはちょっと行ったんですけどね、佃煮だけはね、ほんと行ってないんですよ。行こうかなと思った機会は1回あったんですよ、うん、でもその時にちょっと行く機会がなくなっちゃって、それからずっと行ってないのかな、うん、うんうん、たの？います、います、いる、聞いてます、聞いてんの？ここでパンってなったね、びっくりした、うん、人に見ちゃった今ね、うん、あれだ、よくあるじゃないですか、よくね、霊が追っかけてくるとか、うん、そういうことってなかなか多分ないと思うんですけど、大抵ね、皆さんね、僕もね、心霊配信の人と結構知り合いいたんですけど、やめちゃうきっかけっていうのは見ちゃう、見ちゃってやめてる、うん、うん、ほぼね、うん、うん、ほぼね、ちょっとまあ言えないぐらいの怖さを見ちゃ味わってたんだよね。そういうのが僕には今ないんですよね、まだね、うん、うん、例えば幽霊が追っかけてきたとかね、うん、まあ、追っかけてきたら、あ、なんか笑っちゃいそうだよね、僕で、これが幽霊って、うん、でもあれでしょ、うん、ね、もう見たからやめるってわけじゃないよね、もうずっとやりますよね、ずっと、まあ、体が続く限りはね、体が続く限りはね、そうだね、もう次これ使命かなと思ってるし ね、俺もそれまでさ、うん、応援してるし、はい、ありがとうございます。
そうなかなかね、うん、そうでもまあちょっとずつね、うん、時間をちょっと減らしてきてるねやっぱね、うん、なぜかというとちょっともう老朽化してるんでね、うん、眠くなります、うん、朝方になるとね、うん、いやでもね一番僕の中でこの9年の中で一番怖かったのは場所っていうのがあってね、いや今でもねこの間もそうだったんだけど、うん、掛川のね三連トンネルだけはやっぱ何か所起きるね、行けば、うん、掛川ね、うん、もう気持ち悪くなったりとかね、うん、はい、寝ることごめんなさいね、やっぱ起きるよね、起きるね、何なんだろうね、あれね、やっぱ何かあるのかね、多分ね、うん、あ、この中すごいよ、見て見て見て、人いないよね、すごいね、すごいよ、森の中、森ですよ、森、あみりさんこんばんはね、どうもね、うん、三連トンネルだけは本当にね、そのリスナーさんもなんか昔行ってなんか怖い思いしたとか書いてあったけどね、うん、やっぱあそこはガチだと思う、本当なんか不思議なとこなんだよね、うん、うん、不思議だ、正直言って、なぜ不思議かというとパッと見は怖くないんです、全然、うん、だけど、なんか起きる、何かが起きちゃう、うん、2個目を超えて、帰りにね、どっかしらでなるんですよ、本当にそれが不思議でね、僕もね、うん、やっぱね、過去2回ぐらいお腹に吐き気がして、あと2回ほど、2、3回転んでるっていうかね、うん、怪我してるね、マジで、ガチで、うん、うん、見え見えしたの、見て、え、うん、なんか見えた、なんか言ってる、ちょっとバケタンって言うんですか、バケタンね、バケタン、ここテンポあるね、やっぱこれ、ここはこっち側がいいんだね、うん、こっち側の方がいいんだね、下の方がダメなんだね、うん、飯緑だね、緑か、しかもね、その時言ったのがね、緑好き、え、帰りたいって書いてたんですよ、本当 に本当に緑好き、緑好きって帰りたいって、怖いよあれ、本当のあの声がね、今でも思い出す、緑好きって何の緑なんだ、帰りたいってあの声がね、すごいなんかね、うん、怖かった、あの声が、うん、暑かったね、うん、何なのね、皆さんは何か体験したことあります、怖い思いしたこととか、うん、僕はね、そういう感じでね、まだちょっと言えないことも一つあるんですよね、それは来年に向けてちょっと考えてるんですけど、それも来年公開するかしないかは分からない、うん、うん、何だってちょっとね、やっぱりこれ続いてるんですよね、リアルに、わかる？言ったじゃないですか、ね、だん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 こういなくなっちゃうって、亡くなったりとか、僕知り合った人で何人かもう亡くなってるんですよ、本当に、ま、いや本当言っちゃう、うんうん、いやそのね、うん、配信で亡くなって、そう聞いてる聞いてる、うん、本当にね、うん、続いてるんですよ今でも、うん、でそれを最近は、まあ、美月さんだよね、うん、もう本当連絡つかなくなっちゃって、うん、今まではそういうことなかったんだけど、うん、もう去年の8月からもう全然、うん、ご無沙汰してて ね、本当にね、でもともと体はちょっとあんま良くなかった、弱かったから、うん、ちょっと心配はしてるんだけどね、やっぱり、ね、いろんな人にこうやってもらってんだけど、なかなか見つからなく、僕もちょっと LINE とかで送ってんだけど、もう閲覧もつかない状態、うん、でしかもあの写真を持ってたんだな、あげちゃったんだよね、の写真、孤独死、例のおじいさん、あのおじいさんの写真を持つと、あれ持ってる人って基本的にいなくなる、どうですか、あの写真、俺一番もうあれ見るとちょっとすごい、いや僕は持ってるんだけど全然平気なんだけど、他の人が欲しいって言ってあげたのね、あれ見れない、実はみんないないんです、うん、あれ見れない、絶対そう、この世にもういないんですよ、この間大丈夫だって言ったから、うん、本当だ危ないからって言ったんだけど、
それもらって、うん、そのね、最初の人はね、女の人でね、うん、そう、もう1ヶ月ぐらいかな、うん、もらって1ヶ月ぐらいで、そういう亡くなったっていう、うん、本当に、うん、しかも、なんかあの発作でね、息引き取ったらしくてね、うん、若かったの、全然、うん、はい、稲見さん、こんばんはね、どうもね、あれ、本当に、うん、なんか落としてるね、落としてるよね、そう、だ本当にあの写真は、しかもそのもらった写真本人ももういないんですよ。え、もらった本人っていうのは？もう全然、まあ亡くなったか亡くなったか分かんないけど連絡つかないんですよ。うん。もともと持ってた人。そう、心配なんだよね、本当、本当ミスは本当全然いないから、もうねちょっと諦めモードが入ってて今ね、行ってもらったんだけどもうそこに住んでなくて。うん。うん、あ、そうなんだ。うん。で状況が分かんないんです正直言って。うん。ミスさん、ミスさん、ちょっと LINE をください、本当に。うん。うん、そう、画像データ欲しいですか、自信がある人あげますよ。どうでしょう、皆さん。呪われた、あの、おじいちゃんのお化け。トルさん、前、うん、雑談で見せられた時さ、うん、もう嫌だったもん、まあ。いや、あれはね、不動産業者が、うん、まあ、孤独地があったところで、うん、あの、要はあの、片付けるにも先に現状の写真を撮るんですよ、うん、大抵、うん、大抵ね、もう消した方がいいんじゃないですか、1個、うん、これ集まってきたでしょ、うん、それでね、現状を撮った時に現場では分からなかったんだって、うんうん、でも、こう、まあパソコンで見てみたら、うん、あれ、あ、パソコンで見て分からない、あれ、これおかしくないってなったわけですよ、うんうん、で、その友達、まあ不動産の友達のリスナーさんが、うん、僕に経由で来てくれたんですよ、うん、これとどうでしょうか、うん、いやこれやばいよって、うん、もう見た瞬間にオーラがあったからね、うん、見た、今は見れないんだけどね、うん、また今度見せてあげますけど、うん、もういいよ、俺、うん、いやガチの話なんだこれ、本当に、うん、今でも 現在進行中なんだよ、うん、進行中見た人は分かると思うけどすごいよね、あれね、生首だけなんだけど、うん、俺も、うん、俺以前にさ、うん、以前にっていうかほら、うん、ベンチで座ってる首の、うん、首あ見えないやつ、電車の中で見えないでしょ、あの人も実際は、うん、あれはそこの場所が、うん、その人は見えてる人だったんで、うんうん、あれはね、そう、うん、すごい不気味で怖いんだけど、あれ横浜なんだよね、うん、知ってた、知らない、横浜の駅らしいんです、よく事故が起きる駅で、たまたま見えたから撮ったら撮れちゃったって、うんうん、おじいさんのやつだけは、はい、こんばんは、どうもね、さくらさん、こんばんは、どうもね、うん、そっか、欲しいの、欲しい、あれはやばい、渡辺さんも分かるよね、あれはね、あれは本当にやばいんだよ、あんなの欲しい人っているの、うん、僕は欲しいですけどね、で僕全然平気です、うんうん、だってドルさんね、強いしぐれ出てる、いやそうじゃないと思うんだよね、多分、うん、もう気持ちが多分、うん、長いしね、やっぱね、そうだよね、長いし、うん、もう来年10年だしね、いるの、本当にやめてよ、いるの、います、いるの、本当？いる？あいつのこんばんはね。いる？俺本当にいるの？マジ？わからねえ。声かぶってる？え？本当？そうやばいよ、ゴシマさん、あげようか。なんだったらどう？ゴシマさん。ゴシマさん、あげようか。プレゼントしますよ、僕が。すげえ。負けたん？はい、初見さんいらっしゃいと思って、自信ある方はあげますよ。でも何があっても知りませんよ、僕は。本当に、うん。過去に持った人ほとんど亡くなってますからね。うん。くれ。じゃあツイッターやってよ、ツイッターやってよ、それあげるよ。ドールさんあげるの、いや、本当に。いや、やめたほうがいい、まだ若いから、小島さん。今亡くなったらもう。もう死んだらどうすんの、うん、いました。本当？俺はいりません。自信ない、カリス。うん。ブルーですね。ブルーね。今の濃くなかった。ん？濃か、濃くないね。濃くなかった。うん。そこにいる？うん。いや、僕は大丈夫なんだけど、実際のところ送って、大丈夫だって言った人が、ことごとくいなくなってんのよ。ことごとく。本当に。もう絶対あれしかないなと思って、僕は。うん。ごちゃまんさん、やめた方がいいよ。久しぶりね、どうも。うん、じっと見つめてみてください。どこ？カニ壊れちゃってるね。どこ見つめる？いる？
ほんと？ここいる？もしかしてこれ吸ってない？このほらこれで、ほらあそこにほら紐潰せるじゃん。ほらここで吸ってない？潰せるこれ。あっちの端っこ見てみなよ、潰せるじゃないか。余裕で。そっか。余裕で見てください、ほら余裕で潰せるじゃないですか。潰せるじゃん。ねえ。潰せる。うん。そうだ、紐潰せんじゃん。ここやばい。写真撮っとくじゃん。先に写真撮っとく。写真撮るな。うん。どこ撮るの？この辺撮っときます。バケタン、バケタンやってみる。いや、さっきやったじゃん、バケタン。今バケタンやったよね。うん。わからない。もしかしたらだよ、あの写真には何か念があるのかな、うん、赤ですこれ、赤の写真、赤になるか、うん、絶対念ありますよあれ、うん、ブルーだね、絶対念あるよ、あの写真は見ただけで嫌だったもん。もやってます、もやってる、もやってる若干ね、うん、あの写真見た人います、見てない人っています、その怖い、あの孤独死のあった場所の写真で。みんな見てんじゃないの、うん、青色が何なの分かんない、普通なのかな、多分。あ、なんで青色、うん、普通ですね、普通だって、うん、見てない、あの青色っていうか、あ、見たことないの、点滅してなんで音がしたらダメだけど、うん、まあ見た人から聞いて分かると思うけど、結構はっきり映ってるんですよ、うん、うん、そう、おじいちゃんか子供っていうか、もう生首だよね、ほぼね、もうこの首のとこしかないからに消えてるからね、 あれは絶対見ないのがいいよ、キムちゃんだってね、見たい、僕は毎回見てるけど、でも、もうあの顔見たらもう違うよね、表情が、この血管の筋とか見えてるもんね、もう絶対見ないほうがいい、あれは、しかもね、色はね、うん、血の気のない色だよね、うん、あれ、うん、しかも亡くなった人がおじいちゃんだって言ってたから、うん、会うんだよねほぼ、うん、フラッシュあれ見ない方がいいよね、よくね、絶対見ない方がいい、やばいよね、なんかなんかあるよねあれはね、うん、何今の笛、えピーって鳴ったよね今の笛、お、またん、あれとは別になんか鳴ってない、救急車と別にちょっと忘れない、うん、お線香ないね、持ってきてないね、うんうん、お線香とか持ってかないね、やっぱり、うん、ほら、あ、これ救急車か、これ救急車ねえ、カズエさん大丈夫、寝なくて、カズエさんあれはやばいでしょ、カズエさん欲しい、あげるって言ったらもらわないでしょ、普通に、普通は堀さんあげようか、もらわないでしょ、いや普通もらわないよ、ひむかさんもらあげようか、もらわないでしょ、もらうっていうやつはちょっと異常だって、うん、異常だよね、多分、うん、はい、どうぞね、そうだね、いきなり見せた写真ね、あれ欲しいっていう人なかなかいないと思うよ、そう、藤井さんだって嫌でしょ、あんなのは、いや、藤井さんもいいだろ、絶対、藤井さんいいのか、藤井さんもらえよ、うん、お前は絶対もらえ、霊が出た場合は逆に、あ、嬉しいですね、僕的には、映ればビデオにほら映ってくれればはっきりと、うん、和江さんちょうだいって言ってるよ、あげたらあんじゃん、やめた方がいいと思うよ、えー、うん、やめた方がいいと思う、自分の身にかからない可能性もあるし、でも霊感ない人は平気なのかも、いや関係ないと思う、関係ない、うん、霊感ない人でいなくなってるから、そっか、霊感ない人でいなくなってるのそう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 、亡くなってるんですよ、ライアルに、そっか、うん、やっぱ9年もやってるとそういうのがね、うん、あるね、うん、僕ね、やっぱり同じこう参加してくれた人で、うん、リスナーさんも含めてもうね、2人は確定なんですよ、もう亡くなってんの、え、2人確定してるの、そう、2人は確定ですね、うん、うん、本当はっきり、マジ藤井さんもらって、いや、あれは無理でしょう、やめた方がいいと思うよ、体に入られたこと1回だけあるその時のね、まあ、体験から言うと、もう右に持ってかれたんだけど、僕はね、右肩がもう上から突き上げるような痛さ、うん、本当にこうなんか乗っかってるって感じ、その押されてる感じ、こういう肩でプンって、わかる、
うるさい毎回、うん、アンチに送ろうってだアンチいらないって言うのアンチいらないだってアンチ逃げちゃうの逃げちゃうか、うん、そうだって俺結構僕の場合ガチシリーズやってるから、うん、ですよねいや結構やばいとこ多いからねなんかガチだよねうん、うん、いや1年ぐらい付き合っててもあの、うん、多分僕も、うん、久保山霊園とね、うん、それで除霊してもらって最後、うん、で手はこういうふうに上がったよねこうやってうんアンチに「藤井さん投げるよ笑い笑い」笑いと藤井さんじゃあ送っとこうかツイッターに送っとこうか嫌でしょねえ、ね、ドルドルからの危険、ね、さん藤井さんから今ね LINE が来て、うん、いらないってね LINE 来た、うん、じゃあ送ってあげるよ送ってあげます俺がケイツさん経由で送って俺経由で DM で教えて住所うん、うん、やばいよだって見た人分かるけど見てない人は分かんないと思うけど、うん、あの顔見たらもうただごとじゃないよそんなにやばいよ本当に言ったじゃんだから僕がそのね今までのその話ってあんまり教えてないでしょ、うん、でもリアルにもう2人は亡くなってんの確実にで今もう一人美月さんがいなくなっちゃったわけよ、うん、分かるこれはいレンさんこんばんはねうんってまた言った本当ですよ財前教授って誰だろう分かんねえよそのマニアックの先生言われてもうんあれは本当に。それ全然違うってあれじゃないの？ドラマの中のやつじゃない？あ、そうなの？うん、あの白いちょっと、うん、岡田がやってるやつ？総帥さんこんばんは。あ、そうなの？こんばんはどうもね、うん。うん。岡田がやってる岡田さんがやってるところです。はい、お疲れ様総帥さんね。もう疲れちゃって総帥さん今日ねあの総帥さん左側のちょっと言っとくよあのハイブリッドのなんだっけな。左側の助手席の後ろのシートの下に空、うん、あのね空なんていうの空調みたいなのあるからそこに何も置かないほうがいいよ俺置いてたらハイブリッド上がりそうになっちゃってマジやめたほうがいいと思ういきなり蛍光灯ついちゃってうん、うん、そこ何も置かないほうがいい左側下は何も置かないほうがいいって言われたあのハイブリッドすげえ熱持つからそこで空調やってんだってうん気をついたほうがいいそうですよねそこを置いちゃうと、うん、あの風が流れなくなっちゃうからメーターにエラーが出ちゃうんだ、うん、そう、そこ気をつけてね、うん、ハイブリッド乗ってる人皆さん気をつけてください、うん、そう、左側のとこにわっ、うん、びっくりしたやつけた、殺したよなんだ、うんうん、すごいでしょ、反射神経反射神経、うん、そう、ベンツ乗りたい、うん、そうだよね、うん知らなかったでしょ俺も知らなかったの、うん、で今日電話したのディーダーにしたら、うん、それハイブリッドのもしかしてなんか置いてませんとか言うから完全に塞がったもんね、うん、完全に塞がってた工具箱とかあのタオルとか置いてて置いてて今までなんなかったんだけど、うん、メーターついちゃってあの補給バッテリーがとか出ちゃってなんか、うん、そしたらメーター動かなくなっちゃってなんかで電話したら一応動ハイブリッド動いたんだけど、うんうんそこ何も置かないのがいいよ、左側は右側にバッテリーがあるんだって、うん、下が一番下のハイブリッドでかいハイブリッドの空調なのってそこから風流して冷やしてるんだってすごい熱持つから、うんうん、びっくりしたああ今、うんうん、びっくりした今だって今俺のところにねと、うん、虫が飛んだから飛んできたから、うん、パーンって殺したの、うん、帰らない帰りますまだだ、まだですけどね、もうちょっと、ね、じゃあ行きますよ、ちょっとあ、足つっちゃったよ、足つっちゃったよ行きますかそういうことでね、皆さんどうぞ、どうぞあ、そう、危ない危ない、ありがとうございます携帯忘れそうなんて携帯危ないもんじゃあ行きますか運動する、運動あ、運動しないとね、腰が痛くて、うん、よしあ、腰痛いまぶしいまぶしい、ケツさんまぶしいまぶしいケツさん、ケツさんライトにやられたそうまだ撮ってなかったからねはいはい皆さん雨嘘でしょ嘘降ってないよ降ってないかうんだってこれ青空でしょ、うん、雲ないよ多分初見さんいらっしゃいと思うよろしくね、うん、と思うね雲ない天使の森ってとこです嘘天使の森じゃねうん天使の森じゃないです悪魔の森でした悪魔の森、うん、悪魔の森か生きてますなんとか足がうん、うん、足が痺れてる
また温泉だ。うん。じゃあ今から行きますか。え、今からですか。うん。まだやってるでしょ、2時まで。あ、2時までやってんだっけ。そうだっけ。どこ、これ、ここはね、神奈川県ですね、今日ね。うん、今日は実はね、横浜市にいます。うん、横浜市にこんな暗いんですよ、皆さん。そう。そう。うん。あそこね、お金がいいよ、うん、そうだね、俺言われて、うん、そこ置いちゃダメですとか言って、うん、椅子にはいいんですけど下は置かないでくださいって言われて、うん、そこがすごいハイブリッドの空気を通すんだって、うん、あのまあエアコンみたいな感じだね。そう、そう、横浜にいるんですよ。俺最初俺かと思って、俺が荷物置いたのかと思って、そうだ、どかしたら土、ね、あれこんなとこあったっけなと思ったら、俺なんで荷物が悪いのかと思っちゃった、うん、ちょっとどかしたんだね。そう、どかしたんだよね。全然違った。そう、違ったんだよ、ね、下だよ、下と思って、下だったんだよね。そう、確かに空調があってね。そう、帰りね、そっから、うん、ね、風出てた、すごい風が出てて、うん、ね、あ、これだって言うんで、ついてきてない。嘘、ついてきてんの。え、こっちが行こうか、こっちから行こう。今どこにいるの、これ降りるんだよ。いや、俺降りちゃダメ。降りたんだっけ。降りたら、降りたけど、降りたけど、こっちは、こっちは降りないですよ。こっちは降りてない。電波悪くなっちゃうから。電波悪くなるね。うん。何これ、危なくない。え、なんか音が、メシメシしてる。怖いね。みんな板で、うん、板で張ってるね。いるの、いるの。危ないんじゃないこれ。え、さっき猿いたよ。そう、猿がいたの。兵庫わかんないな、うんうん、何これ。え、何これ、滑り台。それで午前9時から、ね、うわー、怖えな、これ怖いの、これ怖え、これできないよ、俺、これ怖えぞ、これ、これ、総帥さんなら大丈夫かも。これ総帥さん怖いよ、これ怖い、総帥さんだ、もう今の総帥さんダメかもな。ほら、すげえ高いよ、これ、うん、怖っ。今の総帥さん無理かもしんないな。結構急だ、これ。急だよね。やりたい、書いて、ポンと。そっか、うん、無理だよ、ここやったらまた腰悪くするよ、うん、ね。ほら、ガがうざ、ガが向かってくるもんな。面白そう。だからダメなんで、午前9時から4時までって書いてある。UFO、うん、違うか。すごいね。もしかしたら随分明るいな、あれ。ね。あれ、宇宙ステーション。あれ違うよ、あれ木星ですよ。木星？うん、知ってました。木星なの。あ、これでした、ケンさんいらっしゃいと思うね。そう、木星。木星なんだ。本当なの？あれ違いますよ。あの赤の赤の。あれはあれですよ。土星ですよ。あれ土星なの？なわけないじゃないですか。土星があんなね。そうそうですね。土星があんなはっきり映らないでしょ。宇宙船とは宇宙。違う、あれは月ですよ。月。違うわ。あれ UFO じゃないんですか。UFO。あれ何？なんだろうな。随分明るいよね。しかも。うん。明るいね。うん。なんか形がある、形があるんや。やっぱ土星だわ。あれ土星なの？うん。輪になってるよ。輪になってる。落とした、落とした。待って、見えるんだけど。いや、落としてる。落とした。え、うん、落とした。あ、落と、動いてる、なんか。猿か。猿？うん。うん。うん。怖い、怖い、怖い、怖い。うん。動いてる、うまいでしょ。うん、犬。うん。うん、うまいでしょ。塀の中だから、うまい。うん。俺できないもんな。やって。うん。声だってじゃん、人間じゃん、それじゃん、人間じゃん。でしょ。違う、違う。ワンワン。ダメだよ、もう笑ってっからもうダメだよ、俺。ワンワン。うまい。うん。お、響くでしょ、うまいでしょ、似てるでしょ。似て、まあまあ、うん、まあまあな。そう、似てます。まだ登ってかなきゃいけないですよ。登って、向こう降りるよ、ね、うん、ドルゲンうまいでしょ。足元です。足元ですね。うまいでしょ。やって、皆さんもワンって。家でやると、こいつバカだと思われるからやめてくださいね。ワンワンとか言って言って、どうしたの？お母さんどうしたの？とか言うね。犬になってるよ、とか言って。うん、隣何かあったの？ドルケンステッカーは前は作ったんだけどね、うん、もう作ってません。おお、なんかすごいな、ここ な, な何やのこれ。ここ本部です。衛星基地。衛星基地、うん、78メートルだ。さっき猿いたからな。わ、ゴキブリっぽいのがいる。これ何、これゴキブリ、これゴキブリ、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 ゴ
ゴキブリ。ゴキブリだ、ゴキブリ。ゴキブリ、ゴリ、ゴリ、ゴキブリ。ゴキブリ、ゴキブリ。怖いね。怖いの？ゴキブリだって苦手だって。ゴキブリだ、ゴキブリ。子供の頃で田舎にいた頃見たことなかったもん。そう。こっち来て初めて見たんだからさ。ゴキブリちっちゃい。あ、冷て、冷て。え、何、何？冷てかけられた。え、何、何？なんか水？え？なんかかけられた。本当に？え、何？お化け？お化け？雨降ってないでしょ。雨降ってないよ。だって星。まるで星だけど、まるっきり雲ないもん。今まだ若いな、あのゴキブリ生まれたばっかだな。ね、うん、色が違うもんね。うん、色がまだ綺麗だった。色が綺麗。生まれたばっかだな、うん。俺今年初めて見たかも。うん、マジですか？怖い。やばいよ。あれなんか変だな、やっぱなんかあれ違うな、あの、あの輝きは。ゴキブリだね。あれ？これ生首置くところ？これ何これ？ね、この岩って何？ん？岩みたいなやつって。これあれじゃないの？処刑場だって。処刑場？これあれじゃない？生首置くところじゃない？ポンって。ほら。ここに生首、これね。生首置いて。粘土、こう粘土つけてね。さらし首。違ったっけ？本当？うん。これ昔のよくあるじゃん。こういうところ置いといて、うん、ね、さらし首があって、ここに粘土置いたんですよ。な、う、ぜ、んうん、か知ってます？それは倒れないように。あ、倒れないようにね。そう、首が重たいから。うん。うん、ここどこら辺？横浜。横浜。うん。横浜ですね。そう、ガチの本部。俺が住んでる横浜。そう、南北のこれ。うん、これ生首置くとこじゃないそうです。ほら。これだからなんか生首置いてたらみんなびっくりするね。びっくりするね。うん。えぐいよね、だから。で、粘土置いとけば。うん、でも今の時代はね、うん、いや置いたじゃない、昔はこうしてる昔はこういうとこに、うん、本当にこういう木があるんですよ、横にバーってあるんですよ、わかる？こうじゃないんだけど、うん、こういうこういうたなってて、横に木がバーってあって、うんうん、その上にドン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 ってあった生首が、うん、そこに、うん、生首のところに粘土を置いたんです。なんでかというと、うん、倒れないように、うんうん、それを三日三晩晒すんですよ。で、その晒したあとはどうなるかって言ったら、ポイ捨てです。ポイ、普通に？うん。だから、埋めたりしないの？埋めない、埋めない。埋めないか。うん、そのままポッ、ポイ。どっかにポイ。そう。そんなもんなの？それじゃ、たたられんじゃないの？たたる関係ないよ。昔はそんなの、生首でしょ。うん。はい、ケイさん、こんばんはね。はい。はい、リクさん、こんばんは。そう、昔はだってそうだよ、本当に。鈴ヶ森で11万とかね、うん、処刑されてるんですよ。そのうちのほとんどが11万、うん、11万そのうちの鈴ヶ森のところのあそこの、うん、跡地は、うん、もうすごい人骨出たって言ったの、うん、だからそのあたりにもう放置だ、放置なんだね、放置されたってことね。そうそうそう、いわゆるね、うん、11万の数も、うん、まあ多分植えられたかもしれないけど、そのぐらいね、うん、ほら匂いとかすごいからやっぱりね、うんうん、だ燃やしてた、燃やしてると思うよ、うん、多分、うんうん、やっぱほらコレラ菌とかそういろいろあるでしょ、うん、そういうのを防ぐためにもう燃やそうだと思うけどね、うん、幕末になればね、うん、なるほどね。でも冤罪が半分以上って言ったからね。でしょうね、やっぱ昔はね、うん、怖いですよね。あれ罪人を切った件見たことないですか？皆さん見たことない？罪人を処刑するときに、うん、ソンって刀あるでしょ、見たことないでしょ。やばいっすよ。見たことない。もう見たらね、やばいよ。オーラがすごいから。だって、そんなの見れるもんじゃないでしょ。うん、いや、見れるんですよ。だって、現代では見れないし。いや、あるんですよ。見せてくれるとこ。また。もう一個の形状があるんですよ。もう一個の形状？東京の。東京の？うん。もっともう一個大きい有名な形状のとこのお寺があるんですよ。お寺が。そこは昼間行くと意外と見せてくれるんです。前僕なんか行った時に。何見せてくれるとこ？何を？まあ、あの、今の時間だから見れない。雨だよ、これ。だから雨降らないって。雨降ってるよ。だってここ雲ないって。冷たいもん、冷たいもん。それ多分霊かもしんない。マジ？うん、どれさんに霊来てる。マジ刀あるっつってたよ、うん、じゃあ見せて、ね、見せてはくれるけど、うん、刀ね、見ない方がいいとは言われた。なぜかというと、うん、すんごい念が入ってるんだって、やっぱり、うんうん、音鳴ってない、音鳴ってない。そう、そこもそもそしてる。うん、ついてきてるのかな。足重たいんだけどな、すごい、うん、だってあのね、やっぱり人を切った刀っていうのはすごいんだって、うん、もうやばいぐらいと呪いかかってるみたいな感じなんだって、やっぱり、うん、なるほど。
そう、昔の人はすごいもんな。昔の人ね、うん、うちにもあったけど、中から、うん、あったの、それも切られた方、タンスの中に、タンスのね、タンスの中入れないでくださいよ。タンスの奥にね、なこれ何かなって思って出したら、うん、古ぼけた本物のね、昔の刀だったんですよ、うん、それ持ち出して、うん、あとちょっと遊ぼうとしたら、何、うん、親に見つかってすごい怒られたんですよ。それは怒られるでしょ、真剣でしょ、だってすやばいよ、切れた。今音鳴ってない、ガチャーンって鳴ったね、銃刀法で引っかかるよ。え、なんか言ってないよ、音。ジャブジャブ畑、いてげ。これはこっちは何なの、うん、なんか広いんだよね、ここね。あと雨降ってない、降ってないって、これ青空ってほら、濡れるよ、雲がないって。じゃあなんかポツってきてない、それは違うと思うんだよな、雲ないんだよ、ここ何、うん、何なの、ここ霊場なの、わかんない、霊場なんか、うん、この池みたいなのあるけど、公園っぽいけど、うん、霊場でもあるのかもね。苦しそう。もしかしたら、もしかしてここじゃねえの。おっと音がしたし、すごいよねここね、音、うんうん、あ、なんかあるよ、あ、何あれ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 、何なんだ、何あれ、あ、穴だよ、あ、あれ、あれだ、穴です。あ、あれ、車椅子のマークじゃない、違うよ、これ開いてんの、何と思った、開いてんの、道か、何かと思った、俺お墓かと思った一瞬、うん、ああ、これ、お墓じゃないね、何かと思った、これ、うん、なんかね、濡れる、なんでここだけ開いてんの、うまい具合に、うまい具合に、え、何これ、え、なんかいるんじゃないの、なんかいいね、駐車場か、あ、駐車場だ、駐車場だね、駐車場になってる、あー、なるほど、なるほど、うん、うん、駐車場なんだ、貝、蚊に食われた、次、結構ね、これ回るとね、ほんとね、すごい 2,3 時間かかっちゃう、軽く、うん、これでも軽く回ってるんだけど、ね、前回行かなかった逆が今度今日は攻めてるんだけどね、前回行ったとこも行ったんだけど電波がちょっと悪いから。はい、羽根さんこんばんは。いや、なんかね、音すごいね、こっち側のが、すごいよ、ね、ちょっとバケタン反応するんじゃないの、うん、これ、ね、出さなきゃいけない、めんどくさい。 え何、なんかいる、何、誰かいる、何、誰かいるの、ここ、何、何の音、荷物かなんかの出し入りしてんのか、何とかしてる、何、え、形にいる、いる、え、しないでしょ、うん、ガタガタしてるから、何ここ、緑だね、緑、何の音、今だってその音してないよ、うん、ここいないよ、いないじゃん、誰も、あそこに明るいから、いや、この辺で行ったよ、この辺じゃ、うん、そうだよね、この辺じゃそんな遠くなかったよね、え、よくしないよ、ね、そんな遠くなかった、うん、本当だね、いないね、ね、いないね、いない、電波あれする、ここは電波ありそうな感じだけどな、ね、ここ電波あるそうでしょ、うん、外でダイブってね、スマートフォンでやってるんです、多分ね、あのコミュニティ、まあ、登録数が1000人以上いかないとできないんですけどね、今は。蚊に食われた、すげえ、うん、かいいかいい、何の音、何だったんだろうね、ね、何だね、まだいるんだ、焼肉じゃなかった、焼肉行こうと思ったら、うん、うちの方ですごい美味しいとこあるんだけどめっちゃ混んでて、ね、どう見ても2時間コース、うん、だから諦めたんですね、7時40分ぐらい通ったんだけど、うん、ダメだった、やめたんです、うん、うん、っていうことで皆さんね、うん、到着しました、うん、到着しました、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、この電話ボックスも出るって噂。電話ボックス。これ取ってよ。本当？うん、ここちょっとここの中に噂があるんですよ。これ出るの？これ出るって噂がある。
それあれじゃないかな、多分ケイツさんがチリンチリンチリンってそうでしょ。え、チリン、してない。チリンチリンって言ったのチリンチリン、うん、あ、たまに、あ、うん、そっか、財布に鈴がついてるから、うん、お疲れ様ですね、うん、すいませんね。今何時だ。今11時22分かな。11時22分、ちょうどいいかな、うん、おまけできないんで、今日も明日朝早いから、うん、これから俺帰んなきゃいけないから、うん、帰ってくるの俺2時になっちゃうんだよ。2時頃になっちゃうもん、下手すると帰まだ出ちゃう、うん、そうでしょ、多分 2時になっちゃう。どうせ今はまだ停車あるよ、俺。いい、あ、近いんだっけ、ここ。だってこうすぐそこじゃないですか、家は。そんなこと、そんなこと言っちゃダメですよ。ダメですか、ダメですか。近いだけしか言ってないから、別に大丈夫じゃないですか。うん、小浜原さんね。近いは近いけど、うん、そんなに近いわけじゃないからね。そう、ごめんなさいね。明日ね、これ、7時起きなんで、7時半起きなんでね。うん。まあ、次は明後日ね、明後日です。明後日。うん、予定ではね、うん。こんな感じでございます、うんうん。お疲れ様です。お疲れ様です。受話器、受話器どうなんだろうね。まあ、出ないと思うけどね、ここは。うん、うん、まあ、薄ぐたい、暗いよね、うん。うん。はい、どうもありがとうございます。